どうも、こんばんは、N です。今回は東京グールリインボーク、今月のリインボークフェスですが、クインクスで初めての、フェス限冬打ちの弾丸知らず銀次来てますね。早速キャラの詳細を見ていきましょう。まあステータスは、5突した時、まあこんな感じですかね。スキルの方がアタックポイントプラス4、熟練度 100% ですね。で、武器強化をしていくと攻撃力200アップの防御かな、防御500アップの HP が2000アップで、ブレイクした時自分の攻撃力を、そのターンのみ 1.8 倍にする、ブレイクバーストトリプルエースマイナスということです。まあなんかすげえ突発したスキルっていうのはまあないかな。でスキルの方なんですけど、これあれかな、覚醒があるのか。カグネ出す前のスキルが敵単体の武器耐久値をマイナス8かつ3ターンの間敵単体の攻撃力 0.5 倍、これ確定かな、これも確定なんですかね。まあいいと思うんだけどな、この覚醒前のスキルが結構使いやすい、使い分けはできるんじゃないこれは。覚醒後5ターンの間覚醒状態になり5ターンか、自身の攻撃力 1.75 倍、覚醒状態の時かな、スキルゲージの増加量2倍で、敵単体の武器耐久値マイナス5かつ敵単体攻撃 1.8 倍の7連ダメージ。なるほどね。まあ覚醒後の、あ、まあでもこれ武器耐久値やっぱ確定で下げてくれるんだったら結構使えるな。これあれで、しかもこれ単体でしょ、前衛じゃなくて単体だから本当に駆逐とか基本的に敵単体なんで、まあそこでかなり使えるキャラクターだと思う。引いてて損はないと思うんだけど、外れキャラクターではないですね。かなり強いと思う、使いやすいと思う。ただ火力な、火力って結局使ってみるまで分かんないところがあるが、980か、まあそのムカデとか波には高くないが、もろくないとも言えないのかな。武器耐久値7ってどうなんだろう。アタックポイントプラス4で15か、どうなんですかね。ちょっとステータスの面では俺あんまその何て言うんだろう、基準値みたいなのが分かってないので分かんないですけど、スキルに関しては別に文句はないですね。すごく使えると思います。はい、ということで今回10連、引いていきたいと思います。ちょっと最近ガチャ引きすぎてて、自分でもなんか上げた動画見ると俺めっちゃガチャ最近引いてなって思ったんで、節約ですね。申し訳ないが10連で勘弁してくれ。お、いいよ SSR。 まあここで出てくれたらマジで感謝。最近ね2つ3つぐらいの動画 SR しか出てなかったんで、ここでバシッと、あーグールか。まあでもフェスゲンお願いします。なんか篠原つぶらな瞳だな。こんな感じだっけ SR の篠原って。SR 基本的に売ってるんで、こんなつぶらな瞳なのか。はい、ということで、SSR はタタラでしたね。リーインボクフェス、今月のリーインボクフェス知らずはかなり僕的には使えるキャラクターだと思います。駆逐勝てない人とか、使ってみたらいいんじゃないですかね。まあ、ずっと敵の攻撃力下げて、まあスキル2倍になる前どれだけ溜まりやすいのかわかんないですけど、まあ一旦目確実にシフト使えば打てるとは思うんで、はい、まあ欲しい方はぜひとも当ててください。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。